よーせい、ナツガン。前回ね、名札を手に入れたから、ラクダの名前をね、募集したんすよね。ラクダの名前は、ラクダはラクダ。お、こいつ犬とかに犬ってつけるタイプのやばいやつだな、こいつ。ラクダの名前、馬太郎。もうやばいやつってさ、顔文字つけないとダメなん？ラクダの名前は、ラクダ、キャメル、狼クラフト。この矢印がすでにおかしいんですけど、まあまあまあ、ラクダの名前は、ラクダ、キャメル、狼クラフトってことで、にゃん！ラクダの名前は、大倉とラクダで、小田にしましょう。いや、ちょっと安直すぎない？小田にしよう。どうもこんにちは、西川貴教です。ということで今回もね、大倉やっていこうかなって思うんですけど、あのさ、マミー倒した時に出てくるこのね、クローズスクラップみたいなやつで、あのマミー装備を作れたんですよ、これ。で、ちょっと作ってみたら、こんな感じでね、マミーになれたんですよね。これすごくない？え、見づら。めっちゃ見づら、これ。前回はですね、ファラオが眠っている墓を荒らして、キリンのなんか偶像みたいなやつ、え、待って、なんか村襲われてんだけど。なんで村襲われてる今。ということで前回なんですけども、アテム装備をね、これ3つ揃えたんですけど、頭だけね、揃えてないんですよ。で、前回さ、もう一個建物があるって言ったじゃん。1個秘宝があるんですけど、もしかしたら今日最終回の可能性がありますということで、まあ、なぜかというと、もう1個の建物がバージョンが今 1.16.5 でやってるんですけど、 1.15.2 までの方しかなくて、なかった。あ、カット。まあ、今回も例のごとく裏でね、めちゃくちゃ毛生やしました。胸毛からめっちゃ毛生やしたわ。まあ、ということで今回の目標なんですけども、アテム装備揃えるまで帰れません。やっちゃおうかな。俺の想像してたより砂漠の世界用事なくなっちゃったかって。だって狼のレベル何レベルなんだろう。もうちょっとでレベルマックスなるんじゃないか。さあ、ということでこれでね、レベルが12に上がりましたよと。あ、レベルね、これマックスが14だから、あと2レベルしか上げられないわ。で、サバイバリストの次に覚えられるやつが、このね、ウルフポーンってやつと、インプルーブドスピードか。ま、これは狼の形の時に速くなるみたいな感じっすね。で、こっちがめっちゃあるな、こっち。リシーブのおダメ。あー、なるほど、なんか。サボテン、ベリー、マグマブロックとか、あと落下ダメージか。が、減るみたいな感じか。なるほどね。あー、じゃあ、落下、ま、でも足速い方がよくね。足速くしよう。やっぱ高速シュシュッとハリケンジャーで行こうぜ。え、これってさ、こっちでも引き継ぎされてるんじゃない、これ。ねえ、え、速くない？ねえ、どっちの形でも速い。じゃあ、あと2レベルぐらいやったらなんかサクッと上がりそうだし、先に上げちゃおうかな。え、待って、ちゃっかりアルファウェアウルフのレベル5いるんだけど。え、ちょ、こいつ倒していいか。普通に倒していいか。お前と同じ格好で俺も対決してやるぜ。あ、待って、え、あれ、待って、え、サバイバリストフォームって1マスしちゃいけないんだ、これ。うわ、1マス通れるかと思ったけど通れないんだ、マジかよ。じゃあこの体勢のメリット今んとこあんまないぞ。普通に戦ってやってるけど、お前、俺がやろうと思えばプカプカ戦争開幕できるんだぞ。お前、おい、かかってこいよ。ほら、はい、始まりました、プカプカ戦争開幕です。終わりじゃ。 OK、 何、なんかこいつ本出してきたんだけど。マイプリンスBL ボン。あ、狼男もさ、人間に戻れんのかな、これ。ね。え、マジで、足速くなる効果強いわ。俺今ダッシュしてないのに、通常時でこれなんだけど、やばくない？そろそろ上がるか。来たー。よし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 。さて、これでレベルが、13に上がったということで、スキルがさらに強くなりますよと。次がですね、リープとクライマーかな、これは。このクライマーが、まあ、ラクダとかみたいな感じで、勝手にブロック上がってくれるっていう感じか。なるほどね。で、こっちが、なんかジャンプした時にもう一回ジャンプできるみたいな。二段ジャンプ。スマブラ方式。スマブラしよう。ぴょんぴょん、ふわ、みたいな。わかるこれ。あ、わかるこれ。今ジャンプ力すごくなかった。多分、こういうことじゃない。うぃーみたいな。同時に押すと、うぃーみたいな感じで。すごくね、今。今めっちゃ飛んだよな、絶対。なるほどね。そういうことか。うわ、これ絶対使うの忘れるわ。さて、じゃあ、あと1レベルだけなんで、1レベルもね、サクッと上げちゃおうかなと、思います。いけるか？ほい！きたー！狼男。最大レベル迎えることになりました。
動画だとまださ3分ぐらいだと思うんだけど、もうあの普通に1時間半ぐらい経ったよね。どんだけ殺さなくちゃいけないんだ俺は。さあということで、これレベルマックスになって何もないんだね。何にもないんだ。メッセージ変わるかな。あ、なんか変わるわ。もう無理だよみたいな。もう無理ですもう無理ですって言われてるわ。さてじゃあ最後のスキル覚えるか。サバイバリストフォームの方、これなんだ。ムーブメントタクティクス、名前かっこよ。サバイバリストフォームの時になんか走りながら攻撃かわせるみたいなこと書いてあるんですけど、走ってたら攻撃食らう。あ、そういうこと。今の素通りってこと。あー、そういうことか。走ってると攻撃食らわない的な感じですか。めっちゃ食らったけどな俺ね。あ、食らわない。よし、じゃあスキルも覚えたんでね、アテム装備ゲットできるまで帰れませんということで、行くか小田くん。おい小田くん行くぞ。え、なにこれ。あ、ジョーニー。あ、なにこれか。え、なんか変なブロックある。なんか石みたいな。こんなブロック今までなかったよな。あ、あったわ。あ、ごめんなさい。ビジットオールアトゥームバイオームだから、あ、全部のバイオーム行ったってことか。9個もあったかなんかまあ普通に砂漠じゃん。で、オアシスじゃん。オアシス、砂漠、枯れ木、違いがわからんやったるで。お、待って、色違う今回。ファラオバークヘテネンダ、6星。はい、待って、ガードガチャ。死ぬ。ウィザー状態はまずくないか。ちょっと待って、危ねえす。ギリトーテム、ギリギリトーテム。マジでこの盾弱い。ちょっと普通のシールド作った方がいい気がする。それともお前が強すぎるだけなのか。今回は剣もらった。アヌビスラス、なんだこれ。ソウルドリンカ。え、こいつ倒せば倒すほどなんか強くなるみたいな、そういう感じですか。魂吸った今。さてとりあえず頭、ちょっとこの魂吸うやつだけエンチャントしておくか。ダメージ増加あれば強い。頭くれ。いや、なに、あ、もう同じやつ来ちゃー、来ちゃー。いや、わかんない。本番はここです。ゴミです。なにこれ。え、あ、なんか強くなった今。攻撃力 9.5 になってる。強っ。なるほど、攻撃力上がったらちゃんとあんな感じでメッセージ出るんだ。ありがてえ。盾壊れたから終わ、あ、無残にもこんなアイテムが。俺トーテム持ってたの完全に忘れてたんだけど。うわ、今一瞬でトーテムにしとけば。え、しかも待って、なんか攻撃力戻ってない。え、俺の魂吸われた。ゴリオセいける。ラスト、オッケー。さあこれで、なんかすごいの出てきた。モンスターストライクですね、これは。モンスト出ました、ありがとうございます。頭出ないと終われないんですよ頭出ないと終われないんですよ、この。あー、出ない。あ、これね、フルチャージで攻撃すると周りのやつも食らうっぽい。結構いいかもしんないね、これ。集団できた時に一気に周りのやつらも蹴散らせると。いい斧だねこれは。終わりじゃい。何手に入れた今。あ、ネックレスか、なるほどね。あ、なんか装備、ん、なんか速くなる的な感じですかこれは。走るのが速くなるんだって、めっちゃいいじゃんこれ。え、なんか走なんか出てんだけど俺。あれってか、なんかさ、見た目変わった。あれ、こんなごつかったっけ。攻撃力1段階上がったんだけど、あれ、もしかして強くなってる。頭、見たことあるやつだった今。今見たことある。それ村にあった、これね。えお前も頭から青いからさ、いかにもアテムの防具落としそうな見た目してんな。こいつあれだな、食らうと移動速度が下がるっぽい。おい、かかってこいわファラオ。な、剣振る速度も遅くなってるから。ちょっと待って、盾壊れちゃったんだけど。あれ、いや、なんとかなるだろうな。おい、もう体力も残り少ないから回復もしつつ、トーテムゴリ押しザウルスで意外といけたりするんじゃないんですか。おら、
おら、オッケー、死を超えたぜ。いらないリングとか。もうリングとかいらないです。あの装飾品さ、今までさ、何の意味があるのか全然分かってなかったんだけどさ、一応あれだね、あの効果がついてるやつとかもちゃんとあったみたいだね。ですね、なんか普通に強そうなネックレスが、このよくわからん廃墟にありましたと。あ、てかネック、あ、これあれじゃん、ファラオを倒した時にゲットしたやつじゃん。もう持ってたわ。いや、ファラオを倒した意味、めっちゃ普通にあるんだけど。ちょっと待って、めっちゃ普通にあったけど、あれ、なんかもうびっくりした、噛んじゃったもん今。ありがとうございます。本当にいいんですか。ねえ、これさ、俺ファラオを倒す意味あったんか俺。ということで、じゃあちょっと装備しますか。もうアイアンデザートヘルメット卒業です。もうこれで、頭つける。お、来た。なんか視界変わった。あ、待って、なんかすごい見やすくなってる。なんか砂ぼこりとかが、なんか砂漠が鮮明に見えるね。あ、ほんとだ、ヘビーリーリデュースフォグだから、まあ霧が晴れるよみたいな。いや、今から晴れるよみたいな感じで言っちゃった。こういう感じが。ってことで、やっと全身もうサイクロプスじゃん、もうね。オオカミ要素が全くないんだけど。まあ、という、あ、てかさ、黄色カーペットとダイヤモンド装備結構いい感じだね、小田くんとは。まあ、ということでね、アテム装備が全身揃ったということで、まあ、ファラオもね、だいぶ倒したんで、もう達成したんじゃないか、この世界でやることは。あの、何が言いたいかというと、あの、もう4時間ぐらいかかったんで、もう二度と砂漠見たくない。